In this video, I, Hiroshi Hayashi, prove that Angel Gabriel, who appeared before Muhammad of Islam, is Amaterasu in Japan. Before that, Gabriel was Mesopotamia's Anahita. Anahita and Artemis in Greek mythology are the same goddess. Next, Anahita's son Mitra and Artemis' brother Apollo are the same god. Mitra became Miroku, changing Mithraism to Miroku, and entered Japan and became Miroku god in Okinawa. It is a god in Okinawa, Japan. At the same time, the Amaterasu faith entered the island Ishigaki Island next to Okinawa and became Umateda god. Umateda is also known as Amaterasu. I, Hiroshi Hayashi, understand. One of the evidence is the Aesir dancing that is performed in our festival in Okinawa. The people who dance Aesir dancing all wear Mitra's Phrygian cap. In other words, the god of Islam, Gabriel, is the same Japanese god, Amaterasu. この動画の中で私、林浩氏は次のことを証明します。イスラムのムハンマドの前に現れた天使ガブリエルは日本のアマテラスのことであるとです。その前にそのガブリエルというのはメソポタミアのアナヒータのことである。アナヒータとギリシャ神話のアルテミスは同一の女神である。ついでアナヒータの息子のミトラとアルテミスの弟のアポロは同一神である。ミトラはミトラ教となりミロクと変音され日本へ入りミルク神となった。沖縄のミルク様である。そして同時にアマテラス信仰は沖縄の隣の島の石垣島に残りウンマテーダ神となった。ウンマテーダまたの名をアマテラスというと、その証拠の一つが沖縄に伝わるエイサー踊りということになる。エイサー踊りを踊る民衆は皆ミトラのフリギア帽子をかぶっている。つまりイスラムの神は同時に日本の神アマテラスであった。広志林、浜松シティ、ジャパン。According to Islamic tradition, in the year of 610 CE, during one such occasion, while Muhammad was in contemplation in a cave named Mount Hara, the Archangel Gabriel appeared before him and said, "Recite!" Upon which Muhammad replied,I am unable to recite. イスラムの伝統的な教えによれば、紀元後610年のこと、ムハンマドが原山と呼ばれる洞窟の中で瞑想していた時のこと、大天使のガブリエルが彼の前に現れ、こう言った。これを読みなさいと。するとムハンマドは、私は読むことができませんと
答えたという。 Quran chapter 96 Al-Alaq verse chapter 15 writes as follows: Proclaim or read in the name of thy Lord and Cherisher who created man out of a mere clot of concealed blood. Proclaim, and thy Lord is most bountiful, he who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. それについて、コーラン第96章チャプター1、5には次のようにあります。読みなさい。固形化された血液の塊から人間を創造した神であり、恵みの神の名のもとに読みなさい。あなた方人間にペンの使い方を教え、人間に人間の知らなかったことを教えた、最も惜しみなく与えるあなた方の神の名のもとに読みなさい。がムハンマドはこう答えたと言います。私は読むことができませんと。広志林浜松シティジャパン。イスラムの神は誰なのでしょうか。その謎を解くヒントがこの一文にあります。もう一度その一文を丁寧に読んでみます。固形化された血液の塊から人間を創造した神であり、恵みの神の名のもとに読みなさいと。つまりイスラムの神の神は固形化された血液から人間を創造した神であるというのです。言うまでもなく、人間の創造主、つまり泥から人間を作ったのはエア、塩基、またの名をプロメテウスと言いますが、その神というのはプロメテウスということになりますが、ここだけではまだはっきりしません。で、ここで言うガブリエルというのは誰かということになります。天使ガブリエルです。となると候補者といいますか、女神として考えられるのはアナヒータあるいはニンフルサムということになりますが、エア、エンキ、プロメテウスを神とするにはふさわしい女神ということになると、アナヒータしかいないということになります。というのもニンフルサグはプロメテウスの妻でもあり姉でもあるという位置づけになっているからです。となるとイスラムの神はアナヒータということになりますが、ここにこんな興味深いレリーフがあります。パリ・フランス在住のセリー・木村さんが届けてくださいました。このレリーフ上部を見てください。赤枠で囲ってみました。ここに一人の神とそして四頭の馬が表現されています。言うまでもなく太陽の神アナヒータということになります。そしてその下に子供が表現されています。小さな赤子を抱いた、まあ、女性らしき人物ということになりますが、アナヒーターが処女解体で設けた子供がミトラということになります。ミトラは12月25日ゾラスター教の冬至祭の日にバージンマダアナヒーターのもとで生まれました。そしてそのレリーフの中段左右に馬に乗った人物が
表現されています。赤枠で囲ってみましたが、その馬はどうやら白い雲の上に乗っているのがわかります。この馬は何かということですけども、この馬はイスラム教でいうところの天馬ブラークのことではないでしょうか。ムハンマドはその天馬ブラークに乗って一夜でメッカ・カーバとエルサレムを往復したと言われています。そして大変興味深いことに、ムハンマドと全く時期を同じして日本の聖徳太子が右下のような図で表現されています。聖徳太子はやはり馬にまたがり空を飛んでいたという絵です。大阪府の永福寺にその絵が残っています。こうして3枚の絵をつなげてみるとですね、左に表現されている馬は天馬ブラークのことではないかということになります。つまり繰り返しになりますが、ムハンマドはこの天馬ブラークに乗って一夜にしてメッカ・カーバとそしてエルサレムを往復したというわけです。そしてそのレリーフの最上位にはアナヒータが表現されています。ニンフルサグではなくてアナヒータです。となるとイスラム教でいうガブリエルというのはアナヒータということになります。そしてその神というのはその上位の第一天使であったエンキエア、つまりプロメテウスということになります。そのアナヒータはペルシャの主神的な存在であり、そしてゾラスター教の主神でもありました。アナヒータは4頭立ての馬車に乗り天空を駆け巡ったと言われています。パヤン・ナバルツという方の書いた本の中には次のように説明されています。インド・イランの神アナヒータはペルシャの古代の女神である。ゾラスター教の天使ヤザタにもなった。現在のゾラスター教の一部でもある。美しい女神として表現されているが、強く背が高く汚れがなく金で刺繍されたマントを羽織り、手にはバレスマ、つまり聖なる植物を持っている。アナヒータは地球上の水の女神であり、名前をアレドビスラアナヒータというが、その意味は湿気のある力のある汚れのないという意味である。アナヒータは4頭立ての戦車に乗っている。馬の名前は風雨雲みぞれである。王の委任を受けアナヒータは統治権を持った女神である。ペルシャのアフロディティとも考えられ、他にイシュタ、ヴィーナス、ナナ、イシスなどとも多くの類似点を持っている。と。そして私林博士はアナヒータこそがギリシャ神話でいうところのアルテミスであり、日本のアマテラスへとつながっていると考えています。アナヒータ、つまり女神中の女神ということになりますが、イスラムのガブリエルイコールアナヒータイコールイスラムの主神ということになるということではないでしょうか。 Bye for now.
Wikipedia English writes about Artemis as follows. Artemis was one of the most widely venerated of the ancient Greek deities. Her Roman equivalent is Diana. Some scholars believe that the name, and indeed the goddess herself, was originally Greek. Homer refers to her as Artemis Agrotera Potsiniateron, which means Artemis of the wild land, mistress of animals. Then here in this video, I, Hiroshi Hayashi, show you a fact that shows Artemis was Anahita of the goddess of Zoroastrianism. アルテミスは古代ギリシャの神々の中でも最も広く敬愛された神と言われています。アルテミスのローマ名はディアナです。アルテミスは真に女神ということになりますが、その名前は前ギリシャ時代に由来すると言われています。あのホーマーはアルテミスを野蛮な土地の女神、動物の女主人と呼んでいました。で、そのアルテミスはゾラスター教の女神、アナヒータだったという事実を私、林博士はこの動画の中で皆さんにお見せします。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. もう一度最初から説明します。アルテミスにゆかりのある土地を選んでみました。現在トルコのエフェススです。このエフェススにはアルテミステンプル、つまりアルテミス寺院があります。これがアルテミス寺院です。そして次にギリシャのブラウロンへ案内します。ここがギリシャのブラウロンです。ここにはアルテミスのサンクチュアリー、つまり聖域があります。そして次にヨルダンのジェラシュです。このジェラシュの寺院はローマ時代に建てられたものだと言われています。現在のヨルダンのジェラシュです。で、これら3箇所をですね、地図上で表記してみます。ここにエフェススがあります。そして、現在のギリシャの、ここにブラウロンがあります。そして、右下、ここがジェラシュです。やはり、アルテミスの寺院があります。そして、この辺りで、どうやらギリシャ彫刻が使われて、ローマへ運ばれ、ここでローマンコピーが作られます。皆さんご存知のアルテミスです。ローマ名ディアナです。そして、トルコの南東部サタガというところでアナヒータ像が発見されます。場所が特定できませんでしたので赤丸で囲んでおきました。トルコの南東部です。これがアナヒータ像です。これは偶然見つかったというように記録されています。
ローマンコピーのアルテミスと、そしてトルコ南東部で見つかったアナヒータ像を比較してみます。これがローマンコピーのアルテミスです。そしてトルコ南東部で偶然見つかったアナヒータ像です。切手にもなっています。現在、大英博物館に所蔵されています。1872年に発見されました。左がアナヒータ像です。そして、右がアルテミス像です。この二つの像は全く同じなんですね。ただし、ギリシャ彫刻の常として髪の毛だけは似ているものを使っていますけども、違います。が、あとは全く同じです。どう同じであるかは皆さん自身の目で比較してみてください。特にこの右左右のですね、お下げですね。で、違いがないという点で同じと判断しますけども、これら二つの像は、こうして比べていただくとわかりますように、全く同じなんですね。つまり、ギリシャ彫刻は、それまでの神々の歴史、世界を立体歴史書で表したものであるという、私、林博士の説を裏付けることになりました。と同時に、どうして同じかという問題も生まれてくるわけですね。右はローマンコピーです。ローマでできたわけです。左はトルコの南東部で発見された像です。そして、この両者を比べていただくとわかりますように、アナヒータイコールアルテミスということがわかるわけです。つまりこのような形で、ギリシャ彫刻はですね、アルテミスイコールアナヒータのことなんだよということを私たちに教えているということになります。つまり立体歴史書であるということになります。が、同時に繰り返しになりますけども、これら二つの像の向こうにですね、なぜ同じなのかという問題も生まれてくるわけです。言うまでもなく繰り返しになりますが、こうした像は現在でいうコンピューター技術を使って、そして作られたということになります。でないと、どうしてここまで同じかという説明がつかなくなります。鼻がやや湾曲している点も同じです。皆さん自身で判断してください。と同時に、アナヒータとアルテミスが同じということになりますと、ミトラとアポロも同じということになります。下、左はミトラの像です。中央はアポロの像です。ブリジア棒で繋がっています。そして、右二つの像、アポロとアポロは、まあもちろん顔が同じですけども、左のミトラの顔とアポロの像の顔は全く同じです。つまりこのような形で、アナヒータとミトラが繋がり、アルテミスとアポロが繋がるということになります。時空を超えて、つまり時と空間を超えて同じ像が現れるということはよくあります。右が奈良、ジャパンです。法隆寺です。その法隆寺の隣に中宮寺があり、中宮寺には弥勒菩薩ハンカシー像が安置されています。そして左、ラホール。ガンダーラ仏のメッカです。弥勒菩薩像です。これら二つの像は5650キロという直線距離を間に置いて、鼻の長さと太さを除いて全く同じです。比較してみます。中宮寺にある弥勒菩薩ハンカシー像です。そして左がガンダーラ仏です。ストイックです。
右はクスノキの木星です。プロポーションが同じであるのみならず、髪の毛の生え際のライン、そして上まぶたの微妙なラインも全く同じです。皆さん自身の目で確認してください。そして首の下の横じわといいますか、ラインも同じです。このラインに注意してください。そしてこの黄色い顎の下のラインに注意してください。こんなところまで一致しています。つまり、これら二つの像はですね、私はコンピューター技術を使って作られたものと判断しています。ただ、中宮寺の弥勒菩薩半跏思像は長い年月の間で、まあ、テカテカに磨かれているといった感じになっています。左はストイッコです。漆喰を一度焼いて固めて、その上に彫刻したものです。さらに、こんな例もあります。ギリシャの北部、セルビアのヴィンチェ遺跡、英語式にヴィンカ遺跡で、このような土偶が見つかっています。セルビアのヴィンカで見つかった土偶です。この土偶と、まあ、ほぼ同じ、あるいは全く同じと言ってもよい土偶が、この日本でも見つかっています。年代もほぼ同じです。右が皆さんご存知の仮面の女神です。長野県茅野市の小東で発掘されました。これら両者は足の太さを除いて全く同じです。カクンカクン型で脇の下には丸い空間が空いています。表現の仕方も同じです。皆さん自身の目で確認してください。この肩のところのはですね、左の方は穴が開いているようですけども、右は円で表現されています。特におへその形が大変よく似ています。盛り上がって、そして中心に穴が開いています。他にもいろいろな例があります。これはメソポタミアで見つかった土偶ですけども、ニンフルサガと言われています。まあ、特に手がですね、むにゃっと曲がって、すっとこう、まあ、伸びている点に注意してください。手のひらがありません。左は、長野県の、井戸尻高校館にあります土器ということになっています。さらに、イナンナについてもですね、これはシュメールではですね、イナンナ像と言われています。イナンナ像です。で、この像と大変よく似た像が法隆寺に所蔵されています。侍像と言われています。目が側面についている点に注意してください。下はシュメールの女神です。上が法隆寺に所蔵されている侍像と言われる像です。この二つの像は、私は同じと判断しました。まあ、まさに時空を超えて同じ像が、シュメールと、そして、この日本にあるということです。で、右の像は、では、シュメールから持ってきたものではないかということですけども、右の像は、正座しています。世界でも正座をする民族というのは大変珍しいです。そして仮面のヴィーナスです。ごめんなさい。縄文ヴィーナスです。
同じコンセプトで作られたのが右のバビロニアのイシュタールです。イシュタール像です。同じと見ます。ただし足の太さだけは違います。左の縄文ヴィーナスは歩行補助装置をつけています。大腿部の奇妙なラインに注意してください。つまり右の、バビロニアの女神にですね、歩行補助装置をつけたのが左の縄文ヴィーナスということになります。共に仮面をかぶっています。同じように作られているということですね。目の上のいわゆるカモメ、目に注意してください。ハート型になっています。目も吊り上がっています。このようにして時空を超えて同じような像が見つかるということはよくあります。さらにこれはパナマで見つかった像です。赤ちゃんらしき人物を抱いています。で、この像と、そして右の、セルビアのヴィンカで見つかった像を比べていただきますと、わかりますように、そのコンセプトと言ったらいいのか、いわゆる基本的な形は同じだということです。このようにして、時空を超えて同じような像が見つかるということはよくあります。皆さん自身での目で判断してください。私は同じと判断しました。そしてこの像が仮面の女神の像とつながっていきます。三角頭で、そして皆カクンカクンガタと呼んでいますが、私は呼んでいますけども、脇の下に丸い空間ができています。そうして言えば、日本の土偶はですね、カクンカクン型で、脇の下に丸い空間が空いています。人間はこのような空間はできません。そして、その基本形はですね、左のシュメールの像へとつながっていきます。左のシュメールの女神は、仮面をつけていない像ということになります。右二つの像は仮面をつけている像ということになります。ですから、横から見ても大変よく似ているということになります。つまり、一番左のシュメールの女神に仮面をつけたのが右の像ということになります。このようにつながっていくということですね。こうした事実を、どのように考えるかということですけどもね。後の判断は皆さんにお任せします。私は、これらは皆一つの、と言いますか、共通のコンセプトに基づいて作られた像であると判断しています。このような形で時空を超えてつながっているということですね。さらにこんな例もあります。日本の埴輪です。オーバーオールヘルメットをすっぽりとかぶっています。首の下にラインがある点に注意してください。先ほど紹介しましたパナマで見つかった像です。左の埴輪は人間ではありません。その証拠にというわけではありませんけれども、この埴輪の抱いている赤ちゃんらしき像を見てください。この像の足を見ていただきたいと思いますけども、この像は人間ではありません。つまり、この埴輪の人物は仮面をかぶっていますけども、人間ではないということになります。このような形で、日本の埴輪と今度はパナマで見つかった秘境バリレスで見つかった像と一致していきます。そしてインダスバリーで見つかったテラコッタです。
首の下のコンセプトも同じですね。そして同じように赤ちゃんと思われる子供を抱いています。カクンカクン型で脇の下に空間があります。で、結論ということになります。ローマンコピーのアルテミスです。元のギリシャ彫刻は消失しているそうです。ともかくもこれがローマンコピーのアルテミスです。そしてその像と同じ顔を持った像がトルコの東南部で発見されました。これがアナヒータです。サタグというところで見つかったそうですけども、詳しい場所は分かりませんでした。まあ、ともかくもこれがアナヒータですね。そして同じ顔を持った像がローマンコピーのアルテミスということになります。繰り返しになりますが、髪の毛だけは似ているものを使っていますけども違っていますが、それを除けば全く同じだということです。まあ、左は青銅製のように思われます。右は今でもなく大理石製です。皆さん自身で確認してくださいと同時に、この二つの像だけを見ていると偶然の一致ということもないとは言えません。しかし今まで私が世界のあちこちで発見してきたありえない偶然を並べてみますと、これら二つの像もやはりコンピューター技術を使って作られたものと判断して、どうして間違っているということになるのでしょうか。この鼻先言ってますか、鼻筋の微妙なラインにも注意してください。やや左の像はですね、青銅製であるためか、全体に顔が左右に広がっているように見えます。が、それを除けば全く同じということになります。つまり、このような形で、ギリシャ彫刻はですね、それまでの神々の歴史を立体歴史書として表したということになります。念のため、左のアルテミスを 5% 横縮めしてみました。で、傾きを少し変えてみました。比較してみてください。つまりこの左のアナヒータ像と右のアルテミス像はですね、全く同じということになります。これが結論ということになります。となりますと、アナヒータとアルテミスが同じということになりますと、アナヒータの息子であるミトラと、そしてアルテミスの、まあ、双子の兄弟と言われているアポロは同じ神であるということになります。まあ、このようにして神々の系図の、まあ、核といいますか、中心部がこれで形成されるということになります。この二人の神を元にして古代の神々を考えていくことができるという意味で、アルテミスイコールアナヒータ、アナヒータイコールアルテミス説はですね、重要なキーポイントとなると思われます。
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Today's story is a very important story for the Japanese people. One is Yonagunijima is a sort of a man-developed island, and Amaterasu may be almighty, one of the seven gods of Zoroastrianism in Japanese.今日は皆さんにとても重要な話をします。一つは与那国島がですね、人口造成島であったという新たな証拠が出てきたということ。そしてもう一つはですね、アマテラスが、ゾラスター教の七前身の一人のアールマティであった可能性が非常に高くなったという話をいたします。モンカッケさんという方からこのようなメールをいただきました。で、まあ、沖縄県ではですね、今でも弥勒信仰が盛んであると。で、まあ、弥勒踊りというのはいわゆる弥勒菩薩をまあ讃えて、まあ、の踊る踊りであるとというようなことを教えていただきました。で、その証拠の一つとして、まあ、帽子ですよね。フリギア帽ですね。ミトラ教といえばフリギア、フリギアというのはもともとは中部トルコの古名でしたね。古い名前でした。で、そこからミトラ教が生まれて、まあ、フリギア帽というのがまあかぶってると言いますかね。ミトラもフリギア帽をかぶっています。で、まあ、この沖縄の、お祭りを見ますとですね、確かにフリギア帽をかぶっているんです。これが今フリギア、これアーティストですけども、像ですけどね、フリギア帽ですね。で、これはもうフリギア帽、色はこの赤いのついてますが、まあ、これは珍しいと思います。でも色のついたのを探してみました。で、沖縄では、こうしたまあ帽子のようなものをかぶってお祭りをするということです。まあ、沖縄の、踊りを見ていただきましたけれども、モンカッケさんはですね、さらに重要なことを教えてくださいました。アールマティのマティは多分祭りの 語源ともありますが、その元は宮古島でウンマティーダ、太陽神のことを指しますと。ウンは母と同義らしく、太陽神でもこのような、まあ、記号を使って表すようですと。馬は天という字を当てますと、まさにアマテラスとなるというわけですね。なしウンマンティーダというのはアマテラスということになると。いわゆるスプンターアールマティとの関係のヒントにもなるのではないかということなんですね。このアールマティというのは言うまでもなくゾラスター教の七前身の一人です。で、スタンプはアールマティのことを調べてみますと、ゾラスター教における、まあ、7人の前身がいるんですけどね、その中の一人であると。で、神聖なる、神というわけですね、女神であり、また第一の守護神ともされると。で、まあ、アナヒータというのがもう一人出てくるんですけども、そのために退いて女性の徳目を管轄するようになると。アールマティは自母神とされると。そういうことなんですね。で、これがゾラスタヌ教の七前神のリストですけども、スタンプアールマティは4番目に赤い字で書いておきましたけどもいます。そうしますと、まあ、もう一回整理してますと、ウンマティだというのは神、太陽神、太陽の神という意味になると。そしてウンはマダーを意味すると。ステカに母っていう字ですね。で、ウマっていうのはヘブン、天国を言うわけですね。そして、それゆえにですね、T
テイダっていうのは太陽を表すと。で、ウンマテイダっていうのはアマテラスのことを言うんだと。ウンマテイダ、アマテラスってことになるわけですね。ウンマテイダ、アラス、アマテラス。で、アマテラスっていうのは、スペンター・アルマイティから来てるんだと。まあ、そういうふうに教えてくださいました。非常に筋が通ってますね。で、スペンター・アルマーティは、すなわちゾラスターの神である。ということは、ゾラスター、まあ、それからミトラ教が生まれ、まあ、ミトラ教とともに日本の方にやってきたというふうに考えられるわけです。もちろん、で、またさらに面白いことにですね、面白いというか、そのルートなんですけども、どういうルートできたかというと、まあ、これはもう沖縄県の方では常識なんですけども、ベトナムの方から、いわゆるインドシナ半島の方からやってきたっていうんですね。このことはですね、与那国島の謎を解く一つの重要な鍵になるわけです。というのは以前から、なぜ与那国島かということで、プレハビアから120度ラインで上がってきたところに与那国島があると。しかもこの与那国島は人工島であるということを私は証明いたしました。で、それをその裏付け資料となるわけです。で、ここにありますね。もう一度繰り返しますと、ミルク神の伝播はですね、与那国島まで広まった後、今度は与那国島から沖縄本島の南部沿岸に伝播したと。ということはですね、ミルク教はですね、いわゆる中国の方から来たのではなくて、東南アジアの方から上がってきたというわけですね。そしてこうして与那国を通って沖縄へやってきたというわけです。で、結論ということになります。冒頭の説明をもう一度繰り返します。イスラムのムハンマドの前に現れた天使ガブリエルは日本のアマテラスのことであるとです。その前にそのガブリエルというのはメソポタミアのアナヒータのことである。アナヒータとギリシャ神話のアルテミスは同一の女神である。ついでアナヒータの息子のミトラとアルテミスの弟のアポロは同一神である。ミトラはミトラ教となりミロクと変音され日本へ入りミルク神となった。沖縄のミルク様である。そして同時にアマテラス信仰は沖縄の隣の島の石垣島に残りウンマテーダ神となった。ウンマテーダまたの名をアマテラスというと、その証拠の一つが沖縄に伝わるエイサー踊りということになる。エイサー踊りを踊る民衆は皆ミトラのフリギア帽子をかぶっている。つまりイスラムの神は同時に日本の神アマテラスであった。